フォックストロット型潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の通常動力型潜水艦である。フォックストロット型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は641型潜水艦である。第2次世界大戦後に、初めて建造されたズールー型潜水艦は、第2次大戦中に設計された U-BOT-21 型を元にしており、 能力の旧式化は必至であった。フォックストロット型潜水艦は1950年代後半にズールー型の改良型として開発が開始される。開発を担当したのはズールー型と同じくルービン設計局である。設計思想面では前型の運用思想を継承し遠距離通信能力や機雷付設能力、対潜水艦戦闘を想定した。 偵察能力などを重視した一方で、欠陥であった振動問題、船体形状の改善、及び可能線高深度水中行動力、居住性の向上などが図られている。技術的特徴としては、高出力の大型ソナーや水中超音機を監視部に装備し、水中超音能力の向上を図っているのが見られる。1957年から建造が開始され、 合計58隻が竣航した。また、輸出用としても建造が行われ、20隻が竣航した。ロシア海軍では2000年までに全艦が退役したが、一部の国家では現在も運用中である。艦隊が大型化したことで洋上での運用に適した艦となった641型潜水艦だが、洋上での居住性や搭載された兵器管制装置、 センサー類には改善の余地があった。本型の改良型として単語型潜水艦が1971年から建造されることとなった。1962年10月27日キューバ危機の際、米海軍によるキューバの海上封鎖海域でキューバに向かっていた貨物船を護衛していた同型艦の B-59 では、米海軍の爆雷攻撃に対抗して、 核魚雷を発射すべきか否か艦内でもめ、副艦長、バシーリー・アルヒーポフの反対で発射を取りやめたことが2002年に初めて公になった。この時世界は核戦争に一番近づいたとされている。ありがとうございます。